ウマ娘番組を24時間放映しているトレセン放送協会に対するみんなの反応。トレセンでは独自の番組を24時間放映していて、経済ニュースや学園内でのニュースにトレーナー2の男性たちトレーナーが出てる恋愛番組にウマネット綾部なる通販番組もやってるのよ。圧狂の THK トレセン放送協会のドキュメンタリーは前撮影したキングのやつなのね。ちょっと待ちなさい。なんでキングのスカウトシーンまで映ってるのよ。カットしなさいよそこは。聴衆、視聴料500マニーをもらっていくぞ。自分に何の相談もなく担当トレーナーが出てて抗議する子が多発するんだな。にゃははどうせ当時の再現したのを撮影しただけだからただの幸運自慢でしょ。少なくともスカイさんみたいなロマンチックのロの字もない契約シーンよりかはマシだと思うわ。横になりますね。再現 VTR の相手役をお願いされるモブウマ娘ちゃん。それを見て嫉妬する担当ウマ娘。これは本のねぎらいの気持ちで焼肉をモブウマ娘ちゃんにおごってるトレーナーさんを見たシティさんだべ。消えるべ、闇の輪だ。消えた。何売ってるんだろうマネットあやべ。これは普通の布団乾燥機にクーラー付きの布団乾燥機にそっちがこたつ式の布団乾燥機よ。布団乾燥機を買ったら人生が変わりましたー。トレーナーさんもおやつをくれるようになりました。シティ王さんも綾部さんと仲良さそうで嬉しいですー。そしておやつをくださーい。東京都在住名称し。絶対に笑ってはいけないトレセン学園。会長のダジャレに思いっきりハリセンで叩くエアグルーブ。格付けチェックで殿堂入りしてる里のダイヤモンド。格付けチェックはそれこそ皇帝学学んでる会長が強すぎるんじゃねえかな。ラジオ、スペシャルウィークとブエナビスタのオールナイトニッポン。上トレの楽しい座学、今日はこのポエムを解説していくぞ。今日のポエムタイムは密かに人気を博してそう。朝の4から6時はずーっとどこかの農場の風景流してそう。天気予報のコーナーを架空馬娘の交代制にした結果トンチキ天気予報になる。今日の関東は厚い雲に覆われ一日パッとしないわ。そんな時は布団乾燥機があれば問題なしよ。今日のポエムはトレセンポエム部のメンバーのポエムが毎日交代で流れるコーナー。たまにお便りポエムを採点したりもするし、上トレがポエムの添削を送ってきたりもする。カフェの心霊番組は夏の風物詩。雨の夜の深夜0時に撮った覚えのない番組が電源のついていないテレビに流れるそうな。トレーナーの料理番組は料理を見てる層とトレーナーを見てる層で分かれる。タキトレの3分クッキング。発酵が激しくてどっちもよく見えないねー。エアグルーブがちょっとした家事のコツを紹介する番組が人気だが、いつもトレーナーの部屋らしき場所で撮影している。デジトレの簡単お絵描きデジタン。クリークによる赤ちゃんの怪し方。お嬢様ウマ娘の日常が見れる番組で明らかに経路が違う帝王とダイヤちゃん出演会。各番組の AD のバイトしてるアイネス。トレセン近所の気風の良いおばちゃんがやってる食堂の CM も欲しい。毎週土曜日のお昼はシンボリルドルフ監修の新喜劇が流れる。ドットルドルフの大爆笑。視聴率も君の方が良かったしな CB。ネイルドルフ、それ私への嫌味？ルナシーらない。ウマネットあやべの視聴率、65%。すげえなあやべさん。そんなに布団乾燥機に興味があるのかトレ先生。この学園乾燥機の音でうるさそう。苦しいトレーニングの日もふかふかの布団が待ってくれているのよね。あやべ因子インストールされてる。嫌だよ布団乾燥機しか番宣しない通販なんて。世にも奇妙な物語で語り部役のマーベラス。放送時間が長すぎて深夜から明け方帯に移行されるオペラ王の一人オペラ上映会。深夜の孤独を癒してくれると意外にも好評。服の占い番組とか人気出そうじゃないか？割と占い関係ないところで受けてそうな気もするが。ドキ、トレーナーだらけの水泳大会、ポロリもあるよ。トレーナーがいないウマ娘向けに各トレーナーが持ち回りでやってるトレーニング講座。怪我や病気で入院しているウマ娘用の授業内容を録画して流す番組とかは絶対必要だと思う。バラエティと教育でチャンネルが別になってそうではある。
トレセンの敷地と財力があれば複数スタジオも余裕だな。普段の生活がだらしないトレーナーからの相談を馬娘が出張して解決する番組。デイジタンの絵描き歌。馬分 PM とか馬糸2とかギルガウマッシュナイトとかの深夜番組が職員専用チャンネルで放送されてるわ。マル姉さんその番組若い子聞いたこともないです。トレーナーを射止めた馬娘たちによる恋愛相談。第1回ゲストに藤木関、藤トレペアを呼んだせいでただののろけ番組とかした模様。トレーニングに学用にダンスの練習までしてるのに、その上テレビ番組の収録とかきつすぎー。布団乾燥機に対抗してセガハードの番宣をするダイヤちゃんが見える。お母さんと一生出演スーパークリーク。スイープ東証が反抗するのを眼力と気迫で従わせたシーンが、レジェンド界として高視聴率を確保したとか。稲荷ワンとデジタンの稲荷バーもやってほしい。クリトレ、フジトレ、ボノトレ、ニシトレ、フートレの5名による無人島生活。諸事情により予定されていた小栗のトレセン周辺グルメ機構は放送中止となりました。作って遊ぼう出演タキオン&モルモットくん。ポリゴンショックならぬタキオンショックでしばらく放送自粛することになりました。今日の格付けチェックの司会は私、北さんブラックです。さてダイヤちゃん、より人気のあった一流のゲームハードは次のどちらでしょう？したたた全力逃げ。深夜のスポーツニュースの野球コーナーの時間に規制が上がる部屋があるという。深夜帯の有料チャンネルという響きにつられ数ヶ月単位の契約を結ぶ学生が後を絶たないわ。ちなみに内容はグリーンチャンネルの再放送よ。馬娘の歌を BGM にただ天気予報を垂れ流す深夜番組歌う天気予報。トレセン所有の特撮番組馬ソルジャー V シリーズは人気ですよね。おとなし、この戦いに、正義は、ない、そこにあるのは純粋な願いだけである。プリティダービー、それはレースの中で進化したデュエル。そこに青春を燃やし、トレーナーと共に走り抜く少女たちのことを人々は、チームシリウスと呼んだ、ドーン。走りながらデュエルだと、ふざけやがって、卵クロスやナイスネイチャに密着した感動系ドキュメンタリー。馬娘格付けチェックで一人正解を選び控え室で精一杯強がりながらも終始不安そうにしている姿で人気が出るキング。ファインモーションの日常を伝える王室アルバム。小栗の、突撃、隣の晩御飯。今日のゲストはスペシャルウィークさんをお呼びしました。冗談トレによる試験対策番組。ボノトレ取ったどう？理事長、また思いつきでテレビ局増やしたんですか？上銀が馬ドルファルコメインの番組が一切出てこない問題。ファルコはメインというよりバラエティのゲストで引っ張りだこなイメージある。千代ちゃんストーリーのドキュメンタリーとか流れたら絶対泣くわ。どぼめ二郎先生原作の恋愛漫画がついにアニメ化。またしても何も知らない滝音さんによるトレセンどうでしょう。またサイコロの旅してる。小栗とトレーナーで街中散策しながら喫茶店とかで食べつつ会話してほしいな。劇的ビフォーアフター、今日の匠はゴールドシップさんです。なんということをしてくれたのでしょう。トレセン学園の人参畑が一夜にして無敵要塞ザイガスに生まれ変わったではありませんか。待機シャトルのバーベキュー番組。待機野菜共振者のためにここに植物油を少し入れます。メジロライアンのみんなで筋肉体操。なお馬娘のフィジカル基準なので一息子一娘の参考にはならない。カフェの心霊番組はお約束のようにカフェトレとカフェが終盤ラキスケ起こすので怖さとは別に水にはいられない年頃の娘たち。全国の隠れた名店でラーメンのレシピを学ぶ電化食堂。この番組は、楽しい時を作る企業、里のグループ。名門、名家の風格、目白家と、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしましたのだ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。